こんにちは、ライムです。ということで、今回は全人類待望の新召喚獣リヴァイアさんが実装、今できること、やるべき対策とは解説。はい、ということでね、皆さん待望でしたね。新召喚獣の僕の予想としては、リミットブレイクキャンペーンの時にね、第6週目ぐらいで出るんじゃないかなって予想してたんだけど、1ヶ月ぐらいずれたね、1月ぐらいずれましたが、まあ良かったです。これについてはね、皆さん結構もうコンテンツやり尽くしてやることねえよーっていう方いたと思うんで、まあ言うて多分そういうガチ勢の方は1日で終わらしちゃうんでしょうけど、まあいずれにしても良かったですね。ついに水属性だと思われるリヴァイアさんが来るということで、そう、原作というかリバース、セブンリバースのリヴァイアさんだとそもそも水属性がないから無属性扱いなんだけど、まあさすがに今までの FF のことを考えるのであれば、まあ水属性で来るだろうなというところで、今回このリヴァイアさん登場に先駆けてですね、カウントダウンキャンペーンというものが始まります。始まりますというか始まりましただね。もう今ログインすればもらえるかなと思うんですが、はい、まず、こちらリヴァイアさん登場カウントダウンミッションということで、ミッション達成で最大ガチャチケット70がもらえます。なんかやけに最近ガチャチケット70枚単位で配るねと思ってたけど、よく考えたらこれ FF7 にかっこつけてんのか。よくよく考えると、なんでこんな70枚って中途半端な数字なんだろうと思ってたけど、今自分で読んでて解決しましたね。これ FF7 だからか。はい、ということでこちらもですね、まあ僕ミッション今僕もまだ確認してなかったんで確認すると、これだね。任意のバトルでスタミナ消費、合成を10回、強化5回、チョコバ遠征5回、強化クエスト3回、攻撃強化クエスト3回。まあ簡単だね、そんな難しい内容じゃないと思うので、僕もあとセトラの封印塔とかもやんなきゃいけないんだけど、この辺も含めてね、みんなも頑張ろう忘れずにやろう。でこれまでのキャンペーンと含めても、要するにガチャチケット220枚もらえるということなんで、このミッション達成するだけでもね、かなりでかいかなと思う。無課金、美課金勢の方からするとね。僕もまた、ゴールデンウィーク中にですね、ガチャ動画撮るかもしれませんので、よろしくお願いします。はい。で、あと、リヴァイアさん登場カウントダウンログインボーナスということで、こちら期間中ログイン、ブルークリスタル1000個、さらにガチャチケット30枚。あ、これで100個になる、100枚になるってことだね。はい。まあ、こちらもですね、忘れずにログインしてガチャチケット等をゲットするようにしましょうということで、一応こういったキャンペーンも始まります。で正直、ここに関してのリヴァイアさんの具体的な行動とか対策とか弱点とか属性とか一切書かれていないんですけど、まあ、あくまで予想になっちゃうんだけどね、今までのシリーズの岩屋さんのことを考えると、まずまあ 水属性であると、これは間違いないかな。今回のこのエバクラがもう水属性が存在するので、存在しないシリーズだったら無属性になるけど、ここは存在してるからということで、まあ水属性で来るだろうということで、弱点はまあもう当然雷属性が弱点になってくるということになるので、今できることで言えば雷属性系の武器を強化するってことだね。まあ、特に、今現状、まあ、多分ね、リヴァイアさんと同時に来ると思うんですよ。雷属性ガチャが。多分。新しいやつ。絶対来るよね。今のその雷属性の武器の少なさとか、それからね、わざわざこのタイミングでリヴァイアさんを実装してくる。で、まだ5月のね、新しいガチャが実装されていないということを考えると、確実に5月の9日、新しいガチャ、雷属性、リヴァイアさん特攻武器来ると思うんですが、まあそれプラスですね、今できることでは、例えばクラウドの、まあ、村雨であったり、まあ村雨はもう皆さん相当数の方がとっくにもう貫突してる方、無課金勢の方ですら余裕で貫突してるかなと思うんですが、村雨とかね、であとルティアのサンダーバードとか知ってる皆さん、サンダーバード記憶にある、みんな大丈夫これ、はい、敵単体で 540% の雷属性魔法ダメージ、敵単体の魔法中ダウンっていうやつですね。これは一応結構珍しい雷単体魔法の
武器ということになってて、でライザービームもかなり強いんだよね。マコアップと雷属性力アップついてるから、まあこれ一応育てておけばですね、リバヤさんのこの新しい特攻ガチャが来た時でも活躍できるかもっていう。仮に雷魔法の、例えば 850% の魔法武器来た時でも、このルティアをまあ相方として連れていくことができるんで、それ考えるとこれもね、しっかり強化しておいて損はないのかなというところですかね。うん。で、あとまあ、まあ、こっちはあんまり火力目当てで使うものじゃないかもしれないんですけど、バレット、あれ？そっか、バレットのやつ消えちゃってるわ。ガチャがなくなったけど、この間のバレットのエレクトロカノンが、一応雷属性の全体魔法になってるんですよね。まあ、どちらかっていうとデバフ目的で使う武器なので、まあ、あえてね、リバヤさんで使うかって言われると微妙だけど、まあ、リバヤさんがちゃんとね、魔鋼ダウンとか仏鋼ダウン効く敵であれば、これも全然使えるかなと思う。デバフしながら、ちょっとだけ火力出すことができるみたいな感じで。まあ、この辺揃えておけば間違いないのかなと。だから、今の現状のリバヤさん討伐でいくと、結構、まあ、バレットとかルティアあたりは、適正度高いんじゃないかなと思う。ルティア自身ももちろんね、他の、魔鋼ダウンとかね、そういったこともできますし、バレットにしても、まあ、リバヤさんなんか多分、どこだろうね、魔法攻撃かなとは思うんだけど、大解消とかね。まあ、あれは、さすがに物理じゃないと思うんだよね。多分魔法扱いだと思うんで、そうなってくると魔鋼ダウンとか、あと魔防アップ系が、キャラが活躍できそうな感じがするね。そう考えるとクラウドもやっぱり適正なのかな。あれもほら、クラウドさんも、魔防アップのね、武器を持ってるじゃないですか。今、ド忘れで名前出てこないけど、バンデージソードか。バンデージソードのアジレリア。これバハムト戦でもよく使ってるやつだね。これと、あとメイン武器、ムラサメにしちゃえば、ね、殴りつつ、魔防アップもできるから、結構そう考えるとクラウドの適正度高いかもしんないな。リバヤさんが、魔法攻撃であることが前提だけど。ああ、だいぶ良さそうだね。クラウドに、あと魔鋼ダウンできるキャラ。まあ、それこそルティアでいいのか。ルティアとあとヒーラーでもういけそうな感じしちゃうね。ヒーラーで、まあ、適当になんかね、やってくれれば。いけそう。わかんないけどね。実際こんな感じなのかわかんないし、もしかしたらまたね、別途、なんかひし形サイン破壊が必要になったりとか、もっとね、いやらしいギミックが出てくるかもしれないので、まあ、どっちにしても、絶対来ると思う。5月9日、新しい雷属性の武器、ガチャと、リバヤさんがね、来ると思うんで。うん。まあ、その時になったらまたね、ガチャ動画、解説動画、それから使ってみた後、あとリバヤさんの攻略動画ももちろん出そうと思うので、まあ、ぜひね、その当日をお待ちいただければなと思います。はい。といったところで、今できるのは、とにかくミッション達成。それから、雷属性系の武器、防具はないか、武器とマテリアをしっかり強化していくということが大事になってくるかなと思います。はい。といったところで、今回動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方は、ぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。